思います。次は、JST の中島さんからご講演をお願いします。JST の中島です。私どもは JST とコーラスの協力ということで、オープンアクセスの対応と今後の展望についてご紹介をさせていただきます。情報基盤事業部というところの部署なんですけれども、こちらでは科学技術情報の連携流通促進ということを行うと同時に、このオープンアクセス、オープンサイエンスの支援についても取り組んでおります。まず国内のオープンアクセスポリシーがどうなっているのかというのを最初に少し触れたいと思います。大学研究機関については現在約40の大学及び研究機関が OA ポリシーを策定されているというようです。で、一方で資金配分機関については、先ほどソルターさんからご紹介ありましたけど、日本の主な資金配分機関ということで JST、JSPS、MED が紹介されておりました。JST につきましては比較的早く取り組んでおりまして、2013年にオープンアクセスポリシー、また2017年にはオープンアクセスだけではなくて、オープンデータ等のオープンではないですね、データ研究データに関するポリシー等を定めまして、包括的な形でオープンサイエンスポリシーを策定しております。で、この際にはオープンアクセスを義務化としております。 JSPS では2017年にオープンアクセスの推進に関する一般的な方針を定められており、ここで OA を推奨とされています。MEDでは方針というものでは形ではありませんけれども、公募要領において可能な限り研究成果のオープンアクセスの確保に努めるよう記載されております。そういった中で JST のこのオープンサイエンスポリシーに沿った運用がなされているかというのを確認するために、コーラスのサービスを2017年に使わせていただいてから使わせていただいているといった状況です。少し JST のオープンサイエンス方針について説明いたしますと、この2つ丸がありますけれども、上の方は JST の基本方針、それから下の方はそれに沿った運用ガイドラインの2つの文書を公開しております。この上の方に書いてあります通り、2つに大きく分かれておりまして、1つは研究成果論文のオープンアクセス化について、こちらのオープンアクセスを実情義務化しております。2番目は研究データの取り扱いについてということですが、今回はコーラスとの連携ということで、オープンアクセスについて、ご説明をいたします。オープンアクセスについては、すべての研究成果論文が対象ですけれども、やり方についてはグリーン、ゴールドどちらでも可としております。上の方はグリーンについて書いておりますけれども、皆様ご承知の通り著者採集校等が、該当するかと思いますけれども、公開場所については国の施策として進められている機関リポジトリ等を活用するとしております。ただしプレプリントサーバー、研究者ホームページ等も可能です。留意事項としましては、こちらでエンバーゴ機関については定めておらず、出版社等各種許諾条件や著者採集校の公開にかかる猶予期間に配慮するとしております。ゴールドについては、出版社のサイトで公開されることを想定していますけれども、投稿先の選択は研究者自身の判断によるものであり、 OA を前提とした学術誌等の投稿を推奨するものではないというふうにしております。で、コーラスのダッシュボードで JST のデータがどう見えるかというのを示していますけれども、今現在、これ10月の18日ぐらいですが、左上にあります Today's Indicator のところを見ますと2万件ぐらい、それからその下を見ますと 39.2% ということで、4割ぐらいがオープンアクセスというようになっております。で、
先ほどマッシューさんから概要、このデータどうやって出てくるかという概要についてご説明ありましたけれども、これがどこをどうやって通ってこの数字になっているのかということについては最初どうしてもよく分からなくて、いろいろコーラスとお話し合いをしたりして、確認をいたしました。で、だいたい分かってきましたのが、こんな感じでデータが回っているだろうといったものです。左上にまず研究者がありますけれども、JST からファンディングを受けた研究がまとまりますと論文投稿がなされると。で、この右の鍵型になっている青いエリアは出版社を表していますけれども、出版社が管理しているエリアの中でまずは投稿審査システムに対して出版社が投稿をします。大手の海外のですね、出版社はこういったシステムを備えていることが多いという状況だと思います。で、この際に原稿、この中に社事等が入っていて、その中で、こういったファンドを受けましたという情報を入れられている場合もありますし、それからシステムで、メタデータとして、別途ファンド情報を入れるという、ジャーナルもあります。で、研究者がもしそれを入れますと査読され受理されて、出版社が編集をする際に、例えば社事からファンド情報を抽出したりしてメタデータを整備する場合もあると聞いておりますけれども、そういった情報を整備して出版版を作成されるというふうに聞いております。で、右側 の健康メタデータ出版、作成とありますけれども、完成した時点で、出版されるとなった時には左に、メタデータデポジットとありますが、 DOI をつけるために DOI 登録機関でありますクロスレフに、それ、メタデータが情報が送られるというフローになっているのが標準的かと思います。で、同時にジャーナルのサイト右下ですねにおいては出版社のサイトで論文出版が行われると。で、この際このコーラスの枠組みとしまして、出版社が任意で JST の成果論文をオープンアクセスにする場合があるという取り決めになっております。で、クロスレフの方に DOI とメタデータが流れてきますと、これをJST の成果論文について抽出しまして、コーラスの先ほどのダッシュボードでデータが見えると、そういった流れになっているようです。で、この真ん中にコーラスのクロスレフの上の方にオープンファンダーレジストリとありますが、これがファンディングエージェンシーの機関の登録がなされているレジストリで、ここにたくさん名前と ID が載ってますので、これを利用して上の投稿を審査システムの方で表示したりして、研究者がファンド情報を入力するのに少し便利な仕組みを備えているものがあるというふうに聞いております。で、一番下にオレンジの矢印で応援状況チェックとありますが、コーラスの方では出版社のサイト等を確認して、ここもシステム化されているというふうにも聞いてますけれども、オープンアクセス状況をチェックして、先ほどの4割ぐらいといったようなデータが出てきているということで、この出版社の中等は伺った話でも少し推測しているところもありますけれども、大体こんな感じというふうに理解をしています。ただこの出版社 の青いところはですね、出版社によってかなり違うようで、複数のシステムが出てきていたり関わっていたり、部門が違ったりということもありますし、出版社ごとのポリシーも違うということで、それぞれ、さまざまだということが分かりました。で、そういった流れで作られたデータがこのダッシュボードで見られるわけですけれども、先ほどデータがどうやって取れるかというご紹介ありましたが、それを使ってこのデータをダウンロードしてグラフに表示してみました。で、これは
今コーラスで見られるのは累積データになっています。で、JST がコーラスに参加したのが2017年の9月1日からですので、まあ、その後1ヶ月、大体1ヶ月おきにプロットしたデータになっています。で、この棒グラフは論文の数で、青いところがオープンアクセス、白いところはちょっとアンノン、わからないというもので、でその割合をパーセンテージにして表示したのがこの上の折れ線グラフということになりますが、これを見ますと2018年の最初の頃ぐっとこう上がっています。これは先ほど出版社のサイトで任意にオープンアクセスなされるというふうに申し上げましたけれども、ここでエルゼピア社ですとかアワイー社ですとか、まあまあ、この枠組みをリードしている大手の出版社が先行して、そういった取り組みをされたので、急激に上がったということですが、その後ちょっと徐々に上がってきて今、まあ、40% ぐらいといった状況になっています。で、今見ていただいたデータは累積なので、まあ、このデータが JST のそのファンディングの成果の、まあ、リアルタイム性というのかどれぐらい、報告が網羅的なのかっていったようなことを調べました。でこの左上のグラフは1年前から比べてどれぐらい増えたかというのを出しているんですけれども、2019年から20年の1年間、まあ、6月で切ったときには4000件から5000年、5000件、そのまま同じぐらい補足されています。で、その前は、2000件から3000件って少し少なかったですね、コーラスを最初使い始めたときは。で、JST が別途研究者から受けている報告によりますと、トータルで5000件から6000件ですので、数的にはだいぶ補足率が上がってきたと思っています。ただ、この中身がどうなのかと、先ほど見ていただいたように、クロスレフ経由のものだけということもありますし、中身どうなのかというのを調べてみたのが、下に書いてあることなんですけれども、まあ、全てこの5000件、6000件を調べるのは大変ですので、サンプル的に調べてみたのが、この内容になります。であるまあ制度を使って3年間1216件の成果をマッチングさせてみたというコーラスのデータとマッチングさせてみました。で、右からこのグラフの右からいきますと DOI がついてなかったというのが235件で、クロスレスではなかったというのが33件で、これは、まあ、コーラスで補足されなくてもまあ、当然であるというものです。で、この青いところはクロスレフであれば登録コーラスにあるはずであろうと思ったのですが、この黒で囲ったところはクロスレフなのにコーラスにないというものです。で、上の443件というのはファンディングの情報がメタデータにとして登録されていなかった。それから左下の117件はファンディングデータはあったけれども JST と書いていなかった。まあ、JST のファンド名も書いていなかったというものですので、これはまあ研究者等に働きかけを行っていく必要があるかというふうに思っています。でこの61件はですね、なぜないのかというのはコーラスの方に問い合わせをして一緒に調べているというものですので、まあ、まだちょっと中身を見ると得られる、得たい成果というものとぴったり合致していないという状況ではあります。まあ、研究者からの報告論文とコーラス論文にはかなり異なりがあるということが分かりました。これ一方でこれはオープンアクセス率、今の補足論文がどれぐらい補足しているかということでしたけれども、これはオープンアクセス率を確認してみたもので、これは左のグラフは論文の出版年でプロットしたものです。で、まあ今年とか去年とかはおそらくエンバーゴ期間なのであろうと思いますが、2018年より以前はまあ、もっとですね、オープンアクセス率が高くあることを期待しているんですが、まあ、現状は4割程度というふうになっています。右下はオープンアクセス論文のライセンス、これもコーラスで知ることができるんですけれども、を見ますと、この青はバージョンオブレコード出版社版です。緑がオーサーマニュスクリプトですが、
最近のものは出版社版が多く、まあ、これ実際ちょっと中身見てみたこともあったんですけれども、まあ、ほぼですねゴールドオープンアクセスのものが多いというふうに認識してますので、まあ、コーラスの取り組みで、出版社版が あるいはその一つ手前のオーサーマニスクリプト版がオープンされているということはまだちょっと進んでいないのかなというふうに思っています。先ほどのグッズのちょっと再起ですけれども、まあ、今のような形でこの研究者が論文を投稿するところへの案内、まあ、情報を入れてくださいという案内ですとか、あと、まあ出版社の中での情報の抽出、それからこのオープンスタンダードレジストリーでの整備等々、このあたりが制度向上ができればもっとたくさんのオープン論文が補足できるのではないかと思っています。そこから右下の出版社のところではオープンアクセス化対応をされることを期待しております。それは今申し上げたようなことを書いているので繰り返しませんけれども、まあ、それぞれ出版社 JST クロスレフコア JST といったステークホルダーそれぞれの取り組みが論文の補足率あるいは応援化率の向上には必要だというふうに思っています。JST では必要と考えているこの研究者への働きかけについては、ファンディング部門の方でも研究者へのマニュアルに等に案内をして、働きかけを行っています。まあ、これはエラ等ガイドの例ですけれども一番下の方に論文の投稿される際にはファンドレフの番号を記載ください等の案内をしております。まあ、加えてですね投稿システムでこういう画面が出ますのでここに入れてくださいといったような手順書等も提供しております。最後に今後の展望ということですけれどもこれはダッシュボードでの中でちょっとどういうデータが出るかというのを少し詳しく拡大した図ですけれどもトータルが2万件ぐらいっていうのとは別にいろんなアーカイブはどれぐらいとかっていうデータがありましてその他もオーキッドの ID ですとかあとデータセットですねの数ですとかっていうのもここで見ることができます。で注目したいのはこのデータセットの右側に階段状にぐっと上がってるようなグラフになってますけれども先ほどのソルタさんからのご紹介でありましたデータセットの、まあ収集に注力されているということで急に最近これが増えている状況です。で、科学技術情報はまず論文だけではなくてそれを取り巻く各要素のつながりっていうのが重要視されるようになってきているというふうに認識しています。ですので、まあ、論文、研究成果として論文だけではなくてデータセット、それから研究者のプロファイル、研究機関、研究課題等と合わせた形の情報提供というのが必要になってくるだろうと思います。でこれは予想も含んでいますけれども、そういった各要素のつながりが強化されて、論文情報も他の情報と含んだ形で利用される動きが進むだろうと。で論文のオープンアクセスだけではなくて他の情報も含めた情報の提供というのが求められる。また最近進んでおりますプレプリントと出版社を介さない研究データの研究成果も合わせて一覧したいという要求が強まるであろうというふうに思います。まあ、これは研究機関の方のご紹介でこういった取り組みも聞かせていただけるかと思います。またオープンアクセスだけではなくてオープンサイエンスの一要素として論文の OA の側面が強くなって OA だけで評価されるのではなくてオープンサイエンス支援進展の状況として評価されるようになるのではないかとこれは予想も含んだコメントです。で結果的にこれらの実現のためには識別したメタデータの重要性がさらに高まってくるだろうというふうに思っています。でそういうこれさまざまな情報を提供するサービスというのはこれコーラスだけではなくて他にもいろいろありますけれどもこのコーラスに期待する、まあ、強みを発揮していただけると思っているところは出版社ファンディングエージェンシー研究機関をメンバーとする枠組みっていうのは他にはないの
コーラスの強みではないかというふうに思っています。ですのでこれを生かして進展に貢献していただくということを期待しています。先ほど申し上げたように出版社がコーラスで共同することによってオープンアクセスが進むという面と、あと GST にとっても先ほどお見せしたフローなんかはコーラスを通してあるいは出版社との紹介していただいて出版社との会話を通して分かってきたことというのはたくさんありますので、こういったチャンネルが増えることは非常なメリットだと思っていますので、今後改善すべき点ありますけれども取り組んでいきたいと思っています。以上です。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ファンド機関の取り組みということでご説明いただきました。ちょっと時間が、終わってしまいましたので、ご質問の方はまた後ほどお聞きしたいと思いますが、Q&A の方にいくつかご質問いただいておりますので、テキストで中島さんからご回答もお願いをいたします。はい、どうもありがとうございました。